こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題ですね、ご質問。アンティークコインはここ10年で大きく値上がりしていますが、今後もこの流れは続くのでしょうかということで、1つ目、値上がりは続く。2つ目、お金が余っている。3つ目、本当の理由は資本主義にある。4つ目、お金を借りれるものが勝つ世界という4つのテーマについて話をしていきます。まあ、今日はアンティークコイン、10年ぐらいで大きく値上がりしているのではないかということで、この少し前に、この少し前って言っても多分10本ぐらい前だと思うんですが、オークションで手数料 2,3 割払ってまた売るときにオークションに出しても、その時は手数料 2,3 割払わなきゃいけないと。で、それでコイン投資は儲からないんではないかという、質問がありました。で、それの答えの動画を作ったんですが、最も値上がりしているコインは10年で本当に7倍とか10倍とかになっているんですね。で、まあ、その動画もあり、今回このご質問をいただいたと思うんですが、まあ、今後も、過去10年が7倍、8倍になったものもあるとすれば、これからの10年でも7倍、8倍、10倍になるものがあるのかどうかというような、趣旨だと思います。一つ目、値上がりは続くということで、まあ、これオークションをしょっちゅう私はリサーチして、まあ、どのコインが買えるのかなっていうのを見てるわけなんですが、もうこれも顕著に、いわゆるスラブ入り鑑定されているコインで、いいものっていうのはどんどん高くなってってるんですね。あと出品枚数が減ってってるっていうのが現実問題としてあります。で、もう一つがオークションのオンライン化です。ネット化ですね。で、まあ有名なところだと6ビットみたいな、オークションのポータルサイトがあって、そこに、ビット直接そのオークションに登録しなくても、その6ビットのサイトに入札できたりするんですね。で、まあ一番いいのはそれぞれのオークションにオンラインで、ビットするのがいいんですが、この時も、今オークションのソフトウェアみたいなものがあり、それを導入しているオークション会社とかが、まあ、多数あるので、まあ、同じようなシステムを使って皆さんオンライン化になっているという感じです。で、これ当然オンライン化の一番の恩恵は世界中からどの通貨でも、買えると、まあ、ドルでもユーロでもポンドでも日本円でも、多分現ではちょっと買えないと思うんですけど、そのように世界中から入札を集めることができているので、昔に比べると非常にオークションに参加しやすくなったっていうことと、まあ、コイン自体が目減りしてるっていうのが、理由ですね。で、2つ目、お金が余ってると。で、お金の行き先を常に今は、探している人が多いです。で、これは何が起きているかっていうと、儲かってる人が実はこのコロナになって非常に多いんですね。で、まあ、皆さん、コロナで儲かってるっていうことは非常に喋りづらい世の中なので、表には話はもうまず出てこないです。うちはもう儲かってしょうがないみたいな話は出てこないので、ただ、儲かってる人は多分コロナ前よりも多くなってるから、そこで、投資をしてる人が、非常に多いと。お金が余っている状況が続いています。で、まあこれ当然儲かってる人たちはオンラインビジネスですね。つまり、実店舗を生じないような、要はだから百貨店とかホテル業とかアパレルとかの、実際に店に行くようなものと真逆のビジネスをやってる人たちは本当に儲かってます。まあ、そのいわゆるオンラインでコンサルするとか、やっぱりスクールをやるとかですね。なのでその辺の人たちは非常に儲かってるという感じです。で、3つ目、本当の理由は資本主義にあるということで、これ実は資本主義っていうのは、これあまり、これも表立って出てないと思うんですけど、借金を重ねるシステムなんですね。で、ことあるごとに何か問題が起きた時に政府が大量のお金を印刷するというのが、この資本主義の答え
なんですね。そのように仕組み化されているという意味です。なので、何も知らない目で見ると、やれリーマンショックだ。ちょっと前は日本のバブルが弾けたとか、まあ、日本のバブルは世界の人たちは何も気にしてないんですけど、やれコロナだとかっていうふうに問題が起きた時に、お金をどんどん印刷するように、この世界はできていると。なのでアメリカとか、まあ、中国もそうですし日本もそうですし、どん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 追加予算補正予算というのを100兆円、1000兆円印刷してしまう世の中になっているので、まあ、このお金を制するものがお金を増やすことができるんですね。でそれが4つ目です。お金を借りれるものが勝つ世界っていうのが実はこの世界で、お金っていうのはどうやって借りることができるかというと、例えば住宅ローンとかもサラリーマンでとか、年収が非常にいいとか公務員だとかっていうふうな、いわゆる属性という人が借りることができるんですね。で、かたや経営者になるとこれも本当に、損益ですね、会社の利益が出てるかどうかでお金を借りることができると。なのでお金を借りれるイコール信用度が高いということなので、この信用度が高いところにお金が集まってくるシステムになっています。でこれが資本主義の極みなんですね。でこの信用力があるところにお金がどんどん集まってきて、それが上場した姿が本当にアマゾンとかアップルとかフェイスブックとかまさにそうなので、 Google ももう上場したと思うんで、 Google もアルファベットって会社です。なので、まあ、これは中国も同じように大きな会社で投資家からお金を集めることができて上場することができると、それが数兆円、今だとアマゾンだと多分180兆円とかに時価総額がなったはずなので、当初数百億円だったと思うんですが、このようにお金がとてつもない倍率で増えていくのがこの資本主義のルールです。なのでお金を借りれるものが勝つ世界がこの世の中なので、お金を借りてみんな勝ってるわけです。でこの借りたお金で増やしたお金がアンティークコインとかモダンコインに行ったり不動産に行ったり株式投資に向かっているので、これが資本主義で、この世界が資本主義である限りコインはずっと値上がりするというのが、私の、まあ、持論というか、まあ、これが真実なので、そのようなルールになってます。でそろそろまとめですね、まあ、今日はこれから10年間でアンティークコインがもっと値上がりするかっていうご質問なんで、1つ目、値上がりは続くと。先ほどのようにコイン自体、鑑定されているコイン自体がなかなか増えていかないということと、オークションがオンラインで世界化になって非常に入札しやすい状況になっています。で2つ目から先はもう全部お金が余ってるっていう世界なので、このお金がジャブジャブ印刷される、いきなり、コロナ前はなかった1000兆円がいきなり現れて、そのお金が行く先を探している感じです。今だと飲食店が入っているような商業ビルとかもお金持ってる人が、その人がもう家賃収入がなくてビルを維持しないすることができなければ、それを買う人が出てくるというのがこの世界なので、もう、弱肉強食の極みになっていて、お金を持ってる人がその優良資産をどんどん買ってってるというのがこの世の中です。優良資産は今言ったように、不動産、有料不動産ビル、あと株、あと現物資産ですね、まあ、コインもそうですし、今だと、これもつい先日ブログに書いたんですけど、ゲームソフト、マリオみたいなのの30年ぐらい前のソフトとか、あと走っていないスポーツカーとかですね、非常に程度のいいスーパーカーみたいなものも値上がりしていっているので、この現物資産とか有料資産にアンティークコインも含まれているので、今後も間違いなく値段が上がっていくというのが、私の読みです。本日の動画が、面白かった、ためになったという人はぜひいいね、高評価をつけていただければと思います。あとコメント欄ですね、このように、ご質問いただけると動画作りのヒントになるので、コメント欄にいただいても、あとメールとか
あと LINE に登録していただいてもいいので、LINE の方でご質問いただければと思います。2020年の12月20日から LINE の方を新しく更新してやってるんですが、登録されると私から5通ぐらい LINE が届きます。でこちらを、登録すると1本動画が見れるようになってて、動画を見た人に私と、オンラインの、Zoom で個別相談、Zoom ですね、個別相談で、1人30分、水曜と木曜と日曜日、1日2コマ、2人だけ、個別相談というのをやってますので、コイン何を買えばいいかわからないとか、買ったコインについて、どうか評価してほしいとかですね、コインで、売買して儲けることが私はできるでしょうかとか、まあ、いろんな質問、経営者の人も、来るので、ぜひうまくこの、個別相談を使っていただければと思います。あとまだチャンネル登録されていない方は、ぜひこの機会にチャンネル登録をしていただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。